五四三。はい、じゃあ何で隠れてるんですか。今話してる途中で急に急に回し始めちゃう。しっかり座ると消えちゃうっていうね。はい。この配信、ファイシンはこの配信は渋谷で読書会の非公式アフタートークになります。毎週朝金曜日、毎週金曜日朝9時から生放送しているラジオ。終わった後に、電波では流れない個室で。個室でね、こそこそ話している、なんでサイズ感とか遠近感みたいなね、はい、でやっておりますけれど も、本編に引き続き、スキーチーゲストのアルチさんに残っていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんだか変なテンションで2人で喋ってましたね。ゆるやかに、まあ、いつも通りっちゃいつも通り、まあ、いつも通りですか、はい、いつもよりゆるかったかもしれない。どうなったかな。だいぶね、春の陽気に誘われて、うん、ゆるい気持ちが出た、ね、あ、早いですね、もう春の陽気が。そうです、冬来たり、春のわからじと、あ、言いますし、言いますし、そんな結構遠いよ。来てんじゃないですか、冬。鬼笑っちゃうよ。来年の春のこと言ってたら、鬼笑っちゃう。鬼の笑顔が見たくて。あなたの笑顔が見たくて。夏のお歳暮みたいな。何の話をしてんの我々の本編からずっとダラダラよくわからん。ダラダラ喋って。いや、まあそういうのもね大事ですよね。まあ、深夜ラジオですからね。いや、そうそうそう。朝の深夜ラジオですからね。朝の深夜ラジオですから。そうそうそう、ついに深夜ラジオが朝に31時とかだと思ってもらえれば、うん、そうそう、31時の超ミッドナイトですよ本当に。あれ、1時とかのこと25時とか言いますからね。そうそうそう、うん、31時、31が分かんないけどね。35時24が4足す4899だよ。9、あ、999、うん、ああ33時じゃない、うん、9、いや33だよ、バカバカ。はいはい、はい、そんなのもいいの。はいはいはい、やってましたよと。今日の話はなんか全部覚えてないですね。なんか言いました全然覚えてないですよね。いやいや覚えてますよ。あ、シチリアの話ですよ。シリアは、いや、シリア行きました、うん、行きましてないです、ね、あれシリアじゃなかった、シリアスペインです。スペインか、スペインの、うん、シリアは地中海、地中海すごいね。地中海、スペインに飛行機で行くんですよね、まず。なんかそうなんです、直行便がなくて、はいはいはい、ドバイで乗り換えて、ドバイ経由の、ドバイ経由バルセロナ行き、かっこいい。8時ちょうどの、8時ちょうど、歌っちゃダメ。歌ってない、8時ちょうどのね、バルセロナ、ドバイ経由バルセロナ行って、ドバイ行きに乗って乗ってね、へえ、そう言ったんですけど、でもなんか20時間ぐらい飛行機に、長いね、で20時間で1日じゃん、1日、ほぼ1日で飛行機乗ってるんでしょ。そんなの信じる、空の上でね、怖い。もうあんな鉄の塊が飛ぶなんて信じられない、知られないよ、僕本当飛行機乗れないから。あ、そうなんですか、はい、熊本に仕事で行く時、うん、友達は飛行機行ったんですよ、はいはい、で僕はで僕の妻も一緒に同行してて、妻も飛行機乗れないから二人で熊本まで新幹線に行って、ありゃ友人は先にバーンって飛行機行って、はいはい、僕たちは電車で新幹線に行ったから、うん、友人は先に一人で2食ぐらい食べてましたね。あ、馬刺しとか、ね、赤牛、馬とかね、赤牛とか食えるから、ね、そう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 か、でもそれはそれでいい感じっすね。ドンブラコール、まあ長いね、うん、そう電車は結構 何7時間ぐらい、5、6時間で電車乗ってなりました。飛行機のなんか座席って新幹線より激烈狭い、そうですね、あ、まあクラスによるのかな、あといろいろあると、あります、乗ったことないからね、ほぼ。そう、乗れる、でも普通に乗れるクラスだと全然狭いんで、うん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 、新幹線で行けるなら新幹線で行きたかった。バルセロナまで。あるかな。望みの方が早いのかな。望みで。望みありますか。何経由で行くんだろうな。シベリア鉄道。シベリア鉄道経由。望み。乗り入れて、そう、乗り入れて、乗り入れてたらすごいけどね。そうね。そっか、飛行機で20時間。20時間。その間じゃあ本読んだり映画見たり。そうと思ったんですけども、なんか暗いし狭いしね、なんか だんだん寒くなってきて、なんかあんまそのね、国際線って初めての、はいはいはい、なんか何こう
空調、はい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 、風が個人向けにゴーって吹いてるんですけど、うん、なんか止め方が分かんなくて、難しいんだ。そうそうそう、難しそうで、なんかこうね、スタッフの方歩いてるんだけど、めちゃくちゃこうすごい、なんどうやって話しかけたらいいのか分かんないけど確かに、ビフォアチキンしかいないもんね。そうそうビフォアチキン、ビフォアチキン、全部ビフォアチキンでね、スマホしかないもんね。あ、これビーフなんだって効果みたいな、ちょっと伝わってた、伝わってた、ね、そうそうっていう感じだったんでね。まあだんだん慣れていきたいですね、うん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 、そういうね、旅に。でも嫌いじゃなかったですね、長時間座ってるの。おお、それ自体は苦じゃなかったです、ね。そう、なんか毛布かぶって寝てればいい、ね、めちゃくちゃお尻が痛いんですよ。ずっと寝てられていいなみたいな、まあ、みたいな、そう、目覚めたらなんかね、あのご飯とかもあるし、はいはいはい、機内食。ビフォーチキン、ビフォーチキンって聞かれるんですか、本当に。聞かれますね、あの、ビーフ、ビフォーフィッシュの時もあったし、あ、そうか、フィッシュもある。そう、チキンはフィッシュの時もあったし、ビーフォーチキンの時、ビーフォーチキンはなかったかな、とか、そんな感じでした、ね。2回か3回食べたと。あ、結構ね、朝昼晩みたいな、なんかドバイまでで、うん、一旦11時間ぐらいかな、おお、乗って1時間ぐらいすると1回目の食出て、でその後なんか機内暗くなって、あ、これ寝ろってことかなみたいな感じになって、はい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 、しばらく経って降りる1時間ちょっと2時間ぐらい前かな、でもう一食出てきてみたいな感じなんですよ。で乗り換えてまた8時間ぐらい乗るんですけど、おそこでも乗って1時間後にこことここそうなんだ。でドバイではどれくらいのトランジットというか、あ、 4時間半ぐらい、結構あるね。カジノ1回行けるぐらいですもんね。あの1回行って、砂漠1回行って、1回なくなるぐらい乗ってみたい、遊びました。外、あ、もう空港の中で、空港内でやったんです。空港内は巨大なカートみたいなの走って、うん、なんかディズニーランドとか、あと分かんない、ゴルフ場とか行ったことないけど、ちっちゃい車みたいなのあるんですか、なんかあれでガーッて走ってて、はいはいはい、こう、まあ、あっちの方が偉いですよね、ビビビビッそっち中心なの、そうそう、あ、うるさいみたいな感じで、日本だったら絶対ないよね、なんかそうやってね、でこうちょっと避けるのが下手だと、こうなんか怒られちゃう、運転手さんにこう、こういう感じで、お前この首かしげやったこのね、肩すっごい、でもその人あれかもしれない、ずっともうその中で、うん、あの過ごして出れないのかもしれないけど、出れないから仕方なく運転手の仕事を得て、トムハンクスのターミナルじゃねえ、ちょっと懐かしい空港って言うとそれしか思いつかない、そうですね、いや本当そんなね感じでしたけど、空港本屋さんあって、ね、あるんですか、現地ドバイブックセンター、ドバイブックセンターDBC ゲラゲラじゃねえんだよDBC が DBC がねあってあって、どういう本が売ってるんですか。あ、なんかそこはそんなに、あのコーランコーナーがありましたね。あ、はい、でもコーラン必要な人持ってんじゃないの、やっぱ忘れっぽい、僕みたいな忘れがちな人が、うん、あ、いや、やべ、コーラ忘れたみたいな感じなの。そうそうそう、そうなのか、まあ、あるいはなん、でも結構ね、ハイテクコーラみたいな。ハイテクコーラ、はい、あの、ペン、電子ペンみたいなので、ピーってやると、そこのを読んでくれるみたいな。あ、読み上げて。まあ、確かにね、識字率の問題とかね、きっとあるだろうしね。あ、面白いと思ってね、ちょっと欲しくなっちゃいましたけど。すごいね。そう。それは文化というか、面白い。面白かったっすね。っていう感じの。まあもう初めてのことだらけだったんで、うんうんうん、めっちゃ楽しかったっすね。なんか一回日本の記憶全部消えないかな。どういうこと、どういうこと、どういうこと。消えると異国じゃないですか、もう。ああ、なるほど。もう、あ、なるほどね、異国、日本に戻っていた時に知らない国にいる感覚ね。そうそうそう、いや、なんかもう本当地下鉄乗ろうと思っても分かんないわけですよ。ああ、そっかそっかそっか、 どういう仕組みなのみたいな。はいはいはい、なんか日本みたいにこう行き先ボタンがあるのかなと思ったらなくて、なんか空港から市内まで行くやつ、チケットみたいなやつと、市内で A エリアだったらこうどこでも降りれますみたいなチケットだったりとか、分からんって、分からないね。そうそうそう、スペーカーみたいなのなかったんですか、ピッてやる、ね、スペーカーみたいな、なんかあるんですけど、バルカみたいな、あるんですけど、あんまそんな使わねえなみたいな。バルカいいっすね。バルカ。バルカ。バルスみたいな。バルスみたいな。バルカっつって。ピーみたいな。終わるか乗れるかとか。怖いな。バルセロナだけ。バルセロナだけ乗れる IC カード、ね。バルカ。ね、あるといいな。っていうのがあったんですよね。モロカみたいな。
モロッコみたいな、ね、モロッコだけ乗れるか、ね、スペインは結構じゃあ地下鉄があるんですか。あ、そうですね、バルセロナはあって、なんか路面電車とかに見えちゃいますね、ヨーロッパって。あ、そうでもない。あ、でも街としては走ってるかな、はい、どっちも、でも面白い、全部走ってました、バス全部タクシー、チャリもバイクも、はい、レンタサイクルみたいなのもあるし、あれもあのホバーボードみたいなまだまだまだ、だけどバックザフィーチャー2に出てくる、2に出てくるねあとアキラのバイク、アキラのバイク、ダッ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 、ギャ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 、ティッシュで言うとこうこう、いいよ、レスリックスで見ろよ、好きだからね、そう、あのアキラのほらビルがねこう、あなティッシュだつ表現する遠くのが、はいはいはい、こうずれていくね、動いていくやつとかあるじゃないですか、あれいいですよ、ね、あれを見るたび毎回わーってなるやつ、ね、何の話スペインの話よ、スペインの、はい、モロッコはどうでした、モロッコその電車事情というか、電車はね あるんですけど長距離移動だけみたいな感じで、基本はその車タクシーチャーター的な感じとかバスとか、そうそう歩いたりとかしてましたけどね。モロッコね、信号なくて、信号ないんですよ、その栄えた町とかでも、そうそうそう、だから本当何、どこぐらい走ってるの、もう東京ぐらい走ってるんですけど車は、はい、車そんなに走ってるのに、走ってるのに信号なくて、うん、みんな適当なとこでこう間合いを見ながら、すごいね、でなのか道路の真ん中の道がすごい発達してて、やっぱ2路線一気に渡るの難しいんです、こう来るやつとこう来るやつをどっちもこう一気に抜けてるくの難しいんで、真ん中にこうちょっと広めの歩道がちゃんとあるみたいな、へ、みんなそこで待って、じゃあ前詰めてまた行くみたいな感じだったんですよ、すごいね、それなんかすごいね、すごいねしか言えない、こんなの成立するんだ、理解できないね、そう、信号に甘えてちゃいけない、ね、まあ信号によって信号があるからっていうところで真心を我々失っていることですもんね、そうそうそう、相手をもんぱかる気持ち、赤だ、もう歩行者が赤だから進んじゃえみたいな、俺だろうみたいな、ね、俺の今の時間だよみたいな感じじゃないですか、歩行者もで車もね今青だから安心してみたいなね、ではなくて もうお互いの間合いという譲り合いなのか、そう、でもやっぱ意思表示しないと車も気づかないし、みたいな、それは難しいですね、だんだん慣れてきました、慣れました、そう、ふって行けちゃう、行けちゃうみたいな、だから日本に帰ってきてちょっとふって、危ない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 赤信号なのに、そうそうそう、そこは別のルールがあるからね、できないですけど、そういうとか、いやだから一回東京の記憶消して初めてシティみたいな、でも元々の記憶も必要じゃない、あ、比べる異国との比べだから、確かに、例えばモロッコから帰ってきたら、モロッコ人的 な, こうな記憶があった上で東京にこう来るとか、アメリカ人とか、全くの無の状態で来たらもう何にも分かんないじゃん、比べようもないし、ネイビーですね、地下鉄って何ですか、そうそうそう、そのね、物自体知ってるから、なるほど、最初まずボタン、その切符の探して、はい、あ、やり方違うんだなんか分かるけど、これ動く箱やなみたいな、確かに、イノシ鉄のイノシシ、なんだこれは、イノシシも知らない、なん鉄も知らないからね確かに一個ずつ知ってくるんだから、いやそれはちょっとめんどくさい、大変だよ、さすがに、でかい負荷がでかいな、言葉からね、最初は、そう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 、 おかわりみたいなおかわり、いやいや一番最初はママとパパからですからね、パパね、確かに一回実家戻んないんだけど、一回実家まで行って何の話か戻ったら分かんないって言いましたこれ誰と喋ってますか、だからそう、あれですよ、もうなんか東京住んでるとこにいながらにして、旅のような新鮮さを毎日味わいたいなという感じ、そのね、決まったやっぱルーティンあるじゃないですか、生活慣れちゃうね、それをずっとやって、やってる中でこまごまと本を読んでとかじゃなくても、ああ何これの連続を作りたいなと思ったんですよね。なるほど。どうしたんですかね。VR。VR かな。VR か。VR で解決されていくんじゃない。VR か。VR いいっすね、確かに。VR。生で行きたいな。生で。でもこれも VR ですからね、この現実も。あ、まあ、確かに確かに。これね、遠近感があるように見せてますけど。確かに。我々の本体はね、カプセルに。
寝てこう、カプセル管がつけられて、巨大なカプセル、あくまでも僕たちは電池の一つとして成り立ってますから、ね、そうです、人間牧場になりますからね、マトリックス、今日映画例えが映画例えが多い日、ドストレートにマトリックス、逆にマトリックスでしたね、もうそうかそうか、そうそうそう、そうなんですよ、新鮮さを味わいたいですね。なるほどね。で今ふと喋って思い出したのが、この配信はあれじゃないですか、うん、あのあれじゃなかったしたっけ、覚えてますか、あれだということ、おい、そうだ、危ねえ、めっちゃ喋ってた、あいうえお的な、今日日本文になんないあいう的な、はい、あいうえおルーレット的な、やってましたね、アイエウルーレットって何みたいな話なんですけど、アイエウルーレットとは、はい、アイエウのルーレットです、アイエウ、私たちはねこのランダムのね、はい、アイエウをスルーレット回すことで、うんうんうん、出てきたお題の50音をテーマに、はい、本屋と無理やり結びつけて喋る喋るという、ね、というコーナーがあります、はい、いいですね、はい、やっていきましょう、落語家みたいですね、お題をね、お題ね、じゃあ今アレちゃんお願いします、ストップのタイミングください、ストップ、ピッ、ラッラッなですよ。ライオンじゃない。ライオン？ライオンか。ライオン本屋。ライオン本屋あるけど。ある。そう、ライオンどうでしょうみたいな。まあでもライオンということを一個考え直してみると、なんすかね。縦紙がある。うんうん。縦紙がある本屋さん。本の縦紙を作る。本の縦紙、はい。本の形を変えていく。そうそう。なんか今本って帯とかね。うんうん。スピンとかあります、ね。しおりがあって。縦紙があったらどうなる？確かにね、なんかこう機能的にかなり洗練されてるじゃないですか本って、はいはい、確かにミニマム、そこには無駄なものをつけていくっていうのはなんか新しいかもしれないですね、うんうん、縦紙いらなくないこれ無事でも本に縦紙があったら、うん、ポケットとかさとか、ね、つけちゃうとかさ、あ、まあ、でもそれ機能性あるけど、尻尾、尻尾とか、あ、それスピン、うん、スピン、でもスピンは機能じゃないですか、うん、無駄をつけるわけだから、無駄をつける、ただ尻尾が張るっていうのは悪くないかもしれないよ、確かに、確かに、本棚に1個だけちょろって出てて、あ、ちょろって寝てて、ちょうど届かないときそのちょろっと寝てるところだけを引っ張ってこう本取れたりするかもしれないからね、電気のね引っ張るやつ、あ、そう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 、カチカチあって電源みたいになるし、あ、確かに、あと百獣の王だから、その食物連鎖の頂点みたいな感じ、うんうんうん、すごい最強の本、最強の本、最強の本しか置かない、最強の本って何ですか、最強の本、聖書、おー、いいですか、大丈夫ですか、聖書でいいだけでいいんですか、聖書ダメじゃない、コーランと聖書とルタと全部言っとかないと、いろいろありますからね、はいはいはい、その聖典とかね、もう全部強いですけどね、うん、あと超でかいとか、あ、でかいのは面白そうだね、うん、本屋よりでかい本ってどうですか本の中に本屋が入っちゃう、入ってる、あ、そうそうそう、そう、ね、それぐらいの大きさでかいな、それはでかいな、ライオンでかいな、そういうスケール点灯さすのは面白いですよね、うんうんうん、でかい本、でかい本たまにあるじゃないですか、おしゃれなんか蔦屋さんとか行くと、はいはいはい、なんかバーンってビジュアルで、はいはいはい、それこそなんか僕とかの半分ぐらいの大きさみたいな本で、うんうん、何十万円みたいな美術品です、確かに、いやでも子供の頃すごいそういうの好きだったですね、でかい本で巨大生物図鑑みたいな感じで、はい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 、本当子供ごなんか50センチもそんなないかな、あ、でもありますよね、でかい50センチぐらいのね、それでなんかあの折りたたまれた紙が入ってこうビラーッと広げると、あ、もうわあ恐竜だみたいなやつ、なんか進化図みたいな、あ、そうそう、ありませんそういう樹形図みたいな、いいっすね、あとすごい好きだと人間とこうサイズ比較してるような図鑑、はい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 、はい、なんかあのなん昔恐竜とかいた時に海にでけえやついたじゃないですか、うんうんうん、クジラみたいな、なんとかドンみたいな、そうそうそう、うんうん、とダイバーが泳いでるみたいな、はいはいはい、入ってて、うわーワクワクする、一緒に泳いでみたいな、そうそうそう、パクですよね、パク一瞬ですよこのヒレでバンですよね、うわ虫けらですよっていうのを、はいはいはい、でかい本いいな、でかい本ね、大人になるとそのでかさが逆ちっちゃくなるもんね、でかいけど、うん、小学生の時の50センチの本と今の50センチの本全然違うじゃないですか、確かに、いや文庫本とかもだからどんどんちっちゃくなっていくじゃないですか、相対的にね、子供の頃から比べるとね、だ大人は大人のための大きい本が必要なんですよ、確かにね、はい、それはいいかも、そう、ちょっと製本技術を学んでやってみようかな、あ、でかい本、あのしちょっとそれこそシシシシ一冊ぐらいさ、うん、英語版シシシシとか作ってもさ、よくない、
B0 番 B0 番 A0 番 A0 番シシポスター印刷して、あいいな、それクラファンで、クラファンでね、やってみたいっつって、10万10万ですよ、10万です、で2万ぐらいしか集まんないでしょそうね、シシシでかいシシシの等身大シシ、等身大等身大って何の等身大なんだよライオンの等身大だからそう、今ライオンからあのラージの話に移っております。おー、ラつながりで、ラつながりでもでかいというね、ラージ何ですかね、ララララだとパッと動くとラーメン、ラーメン、ラー、ラタイ、ラタイ、ラタトゥーユ、ラタトゥーユ、ラミレゼラブル、あ、じゃあレーダー惜しい、惜しい、惜しいな、ララッパ、ラッパ、ラッパー、ラッパー、ラップ、ランドセル、ライアンゴズリング、ライアンゴズリングいいね、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、その発想の広がりいいじゃん、ラーメン高くなってるよって言いながらもラーメンで高くなっていってさ、うん、みんな食うじゃないですか、うん、並んだりして、うん、でもだから本もさ、なんかそのなんかトッピングじゃない、さっきの尻尾じゃないけど、あ、なんか海苔増量みたいな感じでさ、はい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 、塩より5枚入ってんで100円みたいな、卵をつけるか、うんうんうん、だからよく思うのは本当に本屋って最初から無料にオプションしすぎじゃなかったっていう、あ、ブックカバーとかもね、うん、なんかついてんのに、あのただじゃん、はい、でしおりも無料でバカすかバカすか配ってんじゃん、みんな配ってるね、それ結構なんか実は問題で、うんうんうん、そう、なんかそれをね、だから多分黙ってても売れた時代は良かったんだけど、うんうんうん、今いろいろ手間もあるしコストカットのね流れがあるから、うんうんうん、まあ、もうちょっと早く誰か気づいて有料化先にしとけばよかったのになって、あ、袋だって、まあ袋は政府国がね、うんうん、まあ、よくも悪くもなんか有料化したけど、はいはい、これなんかそうですね、初手から有料化しとけばよかったですね、そう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 、タイムマシンで、だってスピンとかその、うん、しおりなんてさ、うん、結構いい紙使ってるけど無料でみんな配ってたじゃないですか、うんうん、まあ、最近ねおしゃれなしおりとかももちろんありますけど、でだからもうマシマシできないんだよね、うん、もうライオンのラーメン的なものがさ、うん、はいはいはい、味玉なんだろうって今よく考えるのよ私、あ、本の味玉、本にとって、うん、僕家系ラーメン好きだから結構食べるんですけど、うん、家系ラーメンボンってこう基礎、うん、メニューがあるじゃん、はいはいはい、それ頼んで、うんうん、そしてこう味玉ネギ増量、海苔5枚、海苔すごい、チャーシューみたいなある、はい、これって本屋に置いて何なんだろうなみたいな、でサイン本とかもタダだしさ、あ、まあそう、下手するとサイン本安くなるじゃん、うん、その市場価格で言うと、なんかちょっとおかしいですね、逆に、うん、でなんか別にでもサイン本なんかそれこそ1000円ぐらいプラスしたっていいじゃん、その感覚的に、ね、確かにファンが考えるファンとしてはさ、うん、ファンも払いたいはずじゃん、払いたいと、そのファン、僕は払いたい心理的式に、うん、でもし、うん、例えばオードリーさんの若林さんの本、うん、まあ、オードリーさんは結構稼いでるだろうからまあいいとしてまあ例えば誰だろう、佐藤優也さんって小説家がいるんだけど、はい、佐藤優也さん僕好きだから、うん、佐藤優也さんが新刊書きました、うん、でなかなか重版しませんっていつも悩んでるわけですよ、うんうんうん、そういう彼に僕はお布施としてサイン本僕あなたから直接買って1000円プラスでいいと思うもん、うん、なんかそういうね、多分今やるとギリギリなんかこの再販制度とかに引っかかりそうな感じですよね、うんうん、ちょっと値段上げちゃうっていうのは、はいはいはい、確かに独立戦法なんかいろんなね競争なんか法律に引っかかる縛りか上司でもあるから、だとね、サイン色紙とかをセットでね、でもなんか今の風習でそれやるとちょっとご批判くらいそうじゃないですか、うん、あ、確かに確かに、なんか、サイン金取るんだみたいな、うん、でもいらない人そんな言わんでもいいじゃん、欲しい人がね、欲しい人がね、あげて作家さんに、本屋さんにも少し入るかもしれないけど、うん、作家さんにね還元できるみたいな仕組みだったらね、だからその支援の裏側というか、うん、お金の流れをちゃんと出して支援のために新しい取り組みとして、こうライオンドサイン始めましたみたいな感じ、ああサイン本特集のね、なんかサインのね額入れて、なんでもなく、そうだんだん高くなってくる、なんかその逆に上がっていく、まあでもサインがじゃ一つあるよね、そうそう、サイン一つあるし、あとなんかあるかね、あ、原稿、あ、よくさ、あの芥川賞取ると確か文学館か、あのこきか、図書、国会図書館か公文書館か分かんないですけど、
になんか冒頭の一節だけ手書きにしてなんか納入するみたいなのがあるらしいんですよ。なんかすごいいいっすね。記念のだそういう感じで、うん、なんかその手書き原稿をなんか添える、まあ、それはなんか商品として、うん、なんでサインは怒られるのにそれはいいのか分かんないけど、うん、確かに、うん、怒られないかもしれないけど ね、 まあでもそれ手書き原稿1枚ね、うんうん、1000円2000円とか、はいはいはい、作家さんの時給ちゃんと取りつつ、うんうんうん、企画料としても店企画料販売料としていろんなそ それの書店さんが扱っていくみたいなね、うん、なんか構成の紙とか欲しいですけど、ね、うん赤入ってるやつとかね、そう作家さんが自分で直した紙とかね、めちゃくちゃいいっすね。村上春樹さんのね原稿とか一時期オークションで売ってたりしましたよね。そういうプラスなんかありますか。プラスあとなんだろうな、ラーメン的なオプションフォント変えたいですけど、ああ本自体をカスタマイズする方法ね、なんかすごいめちゃくちゃちょっと高くなってもいいから文庫にしてほしいな逆にね、 あるし、箱入れるとかそうそうっていうのもあるし、あとなんだろうな、紙変えるとかね、紙変えるとかいいですね、表紙変えるとか事前カスタマイズでね、事前にこう予約を取って、うん、プラン ABC みたいな感じで、はいはいはい、ラーメンもね味噌味醤油味なんかあるじゃないですか、そうそうそう、つけ麺みたいな、つけら、うん、つけ麺みたいな、固めにしてくださいみたいな感じで、それ本当だ、固め本当だ、そう、固め本当、そう絶対紙とかはその味で、うん、ラーメン本屋システムすごい、ラーメン的な、あで中でらっしゃいっつってね、っしゃいっつって中に印刷機がバーって並んでて、その場で製本パン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 っつって、ジャンジャンカ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 ンギュッつって、ちょっとこれ今からね本作るから30分かかるよみたいな、あ大丈夫です、待ってますカウンターにね、本待ってる人が別の本読みやから待ってるわけですよ。餃子とかね、に当たるもの、チャーシュー丼とかね、チャーハン餃子ね、チャーハン餃子、ビールに当たる、まあ、ビールはビールでいいか、ビールはビール待ってる間に ね、 あ餃子に当たるもんね、餃子ね、だから本読みながらそばにちょっとした本があるとあんまないな、ないなんだろう、あってもいい、なんですかね、餃子に当たるものって、なんだろうな、中ですか、あ、中ね、中解説、解説のね、あーオーディオコメンタリーみたいなやつ、あの裏話とかね、とかね、あでもそれはミニブックみたいなのがあってもいいかもね、うん、プラスでおまけで、あそれちょっとそうなんかきっと嫌がるかもしれないけどデザイナーさんに言ってシシシシやってみようかな、あいいじゃないですか、シシシシの語ができるまでっていうのを、はいはい、そのデザイナーさんとちょっと対談して、はいはい、ちょっとギュッとまとめて、おいい、書籍にして、まあ、100円とか200円でプラスで作るみたいなね、うんうん、なんかね、セット餃子、それ餃子です、餃子めっちゃいい、餃子セット、半餃子セットみたいな、半チャーハン、半チャーハン、チャーハンセットってあるよね、全編、インタビュー全編、半分だったあやっぱ全部にするのかな、分かる半チャーハンじゃなくて全チャーハンでよかったじゃんって帰るもんね、それ帰りにマックとか食べちゃうんだ、そうっていう仕組み、あいいね、他の職業でやっぱ例えて考えると面白いね、発想膨らむな、ラーメン、次もそうしよう、はい、じゃあ我々この後ちょっとラーメン食べて、ちょっと別の企画の読書会のね本とか探して、解散かな、解散かな、はい、というわけで、まあ、ここで急に終了です、よし、この配信は渋谷でラジオの渋谷で読書会、毎週朝9時、毎週9時、毎週金曜日朝9時、なんで俺言えないんだろう9時から放送してます、ぜひ本編も聞いてください、聞いてください、それではさよならよー、さよならよー。